ャパンカップの予想になります。世紀の第一戦、ジャパンカップの予想になります。まずはね、そんなに燃えなかったけどね、大根おろしに宣戦布告して、まあちょっとね、まああれは柴田のパロディなんだけどね、まあ競馬民の人たちわかんないかと思ってちょっとあれだったけど、わかる人にはわかってね、かなり柴田に寄せたんだよあれ。柴田の動画見ればわかるけど、結構寄せたんだけどね、まああれあれわかってくんない人も多いかもしんないけどね、パロディなんだよね。まあ大根おろしにね、あのおっさんおっさん言われたけど、おっさんにおっさんって言われてもなーっていう感じ、まあそこしかいじるところがなかったんだろうけど、あっちからしたらあんまり、まあ、バラエティー班の人じゃないからね、どっちかっつうと陰キャラだからな、大根おろしは。まあ腹から会ってコラボする気はちょっとさらさらなくて、俺はジャパンカップで馬券とかね、予想勝負すればいいだけだと思ったんだけどね、ちょっとそこら辺が伝わってなくてね。実際会ったらね、多分俺がいじり倒してね、終わりだと思うんだよな、マジで。もみじおろしにしてやんぞとかさ、うるせえはぐれメタルとか、そればっかり言って終わりだと思うんだよな。まあそれが面白いっていう人もいるかもしれないけど、新内競馬新聞にね、あいつの予想をね、乗っけます、特別乗っけます。本当はメンバーシップのみなんだけどね、まあ対決ということでね、勝手に乗っけてやるよあいつの予想を。まあもうちょっとね、プロレスしたかったね、つばぜり合いというかね、もうちょっとね、プロレスしたかったなぁと。あっちがちょっと受け身がね、下手くそだったんでね。ただまあいい人なのは分かった。うん、まああんだけ宣伝してくれればね、俺が勝ったら毎週俺のこと宣伝しろぐらいな感じで行こうかと思ってたからさ、ちょっとね、あそこまでいい人をやられちゃうとね、もうこっちは何にも言えなくなっちゃうからね。まあ俺のおかげで陰湿なチャンネルが明るくなってよかったんじゃないかい。まあでも他の何チャンネルと対決しろみたいなこと言ってるけど、一応は関係性があってだから、大根おろしと俺はライブ配信の時乱入してきたり、一応は面識というか関係性があっての仕掛けなんで、まあだからまあ関係性があればね、さすがに関係性があるっつっても霞健五郎さんにこういう仕掛けはね、めちゃめちゃ俺が悪者になるからね、できないけどさ。なんかでも有名どころは結構ね、このチャンネル好きなんだけどね、霞健五郎さんとか大根おろしとか。視聴者がついてこないよね、視聴者がな、ちょっとな、まだ面白さに気づいてないというかね。まああいつももみじおろしにしてやるよ今週は。じゃあ本命成績はこんな感じです。まあ先週は2着かな、インディチャンプ2着、こんな感じです。じゃあ行きますか、世紀の一戦、ジャパンカップの予想へ。じゃあ行くぜ、2020年ジャパンカップ、本命は2番アーモンドアイ。オッケー、来たぜ。まあでも俺と大根おろしはちょっと違うからね、あの予想というか馬券がね、あっちは副賞だけだろどうせ。俺はちょっと馬券の組み立てとかも含めてだからね。アーモンドアイ一番人気だけどね、一番安心できるというかね、安定してるというかね、一番資格がないかなと。アーモンドアイ、まああんまり言うことないね、アーモンドアイ本命だと。まあ感覚だよね、みんな心配してるのは中5周、まあこれも短い方なんだけど、中5周はオークスジャパンカップとね、高いパフォーマンスだったんでね。まあ安田記念はパフォーマンス低かったので、まあここは中2周と。そして今回中3周。まあでも安田記念はね、天へ出てないしね、まあ、やや重だったっつうのもあると思うけどね、パフォーマンス低いのは。あとちょっと短いんじゃないかな、安田記念に関しては。去年の安田記念もね、ちょっと、竹豊クラッシャーでね、スタートでやられて、まあ、パフォーマンス的には高いけどね、あれ食らって3着だから高いっちゃ高いんだけどね、まあ、ちょっと忙しいと思うよ、東京マイル。そうね、それぐらいかな。まあ、あと、3強のね、あと2頭と比べてやっぱ、パフォーマンスはアベレージが高いんでね、そこの信頼感かな。まあ、この休み明け2戦目で落とされたら終わりだけど、パフォーマンスを。まあ、ポジションもいいし、で、キレもあるし、競馬もうまいから、まあ一番安定してるよね。
三強三強釣られてね、三強で決まった記憶はないけどね、俺は。昔から。俺が一番最初に見た三強は、桜ローレル、マーベラスサンデー、まあ、あのトップガンの有馬記念だけど、あれも三強で決まってないからね。トップガン飛んでるからね。どれか一個はね、切らないとね、やっぱり。ロードカナロアのね、距離延長あんまり良くないんだけどね、この馬だけだからね、距離延長で走ってんのは、ステルビオとかね、あんまり距離延長でダメだったりするんだけどね、この馬だけはね、有馬記念はダメだけど、まああれはコースとか、距離とかあるけどね、この馬はね、ちゃんと安田記念から天皇賞秋でもね、きっちり勝ってるし、距離延長はまあロードカナロア自体はフルバンだけど、この馬自体は、パフォーマンス上げてくるんでね。という感じですかね。で、対抗 !6 番コントレイル OK 来たぜー！コントレイル！まずコントレイル、血統はいいね。ハーチチアンブライドルズンソングはね。まあ、スワーブリチャードのね、ハーチチなんで。同じハーチチなんでね。まあ、スワーブリチャードっつったらね。2年連続馬券圏内。去年は勝って、一昨年は3着なんでね。まあ、これはもう、合ってると思いますよ。で、まあ、ポジションもいいしね、この馬。競馬もうまいし、東京もいいし、キレもあるし。菊花賞のダメージはすげえ気になるけどね。俺は菊花賞から有馬記念出た方が良かったと思うけどね。正直。これもうジャパンカップやるとね、もう来年からもうちょっとおかしくなると思うんだけどね。だったらもうここを勝負しちゃえよって思うけどね。ここで勝っちゃうか、いいレースしちゃえよと。もう来年から期待できないと思うけどね、来年。もう5歳には終わってると思うね、この馬は。悪魔のローテやるとね、もうワンドオンリーとかね、全部や、終わっちゃってるからね。D マジェスティとかね。コントレイル。まあ、今まではね、菊花賞まではサツキ賞が一番すごいパフォーマンスだったんですけど、菊花賞がね、ちょっと本気で走っちゃってね、かなりパフォーマンス高いんだよね。ずっと、ルメールにマークされ続け、で、得意でもない距離で、あんだけ勝ち切って本気で、初めて本気で走ったのかもしんないしね。いや、かなりパフォーマンス高かったと思うんでね。ちょっと、まあ心配だけど、まあ普通に走れば、アーモンドアイといい勝負すると思うね。まあ、どっちがどんだけ下げるか上げるかの勝負だけどね。まあコントレイル下げたとしてもね、もう結構いい勝負すると思うけどね、アーモンドアイと。枠もね、打ち合われてるから6番枠ぐらいがいいんじゃないかなと思いますよ。打ち明けて。あんまり、この馬もね、言うことないね。まあ、競馬うまいしね。では、3番手。1番、カレンブーケドール、おっきくてぜー！まあ、去年もカレンブーケドールね、上に取って、見事当ててるんでね。バイプッシュで。それでまあ、ジャパンカップと言ったらね、シバルグランデ。かなり取らしてもらったんでね、昔。まあ、得意なレースっちゃ得意なレースなんだろうね。まあ、カレンブーケドール、まあ、リピーターレースっていうほど、リピーターレースでもないんですけど、一応成績はまあ、4-0-1-11と。まあ、リピートレースでもないんですけどね。まあ、でも、来てるは来てるんでね。まあ、去年の馬場とは全然違うんすけどね。で、まあ、カレンブーケドールね、このまあ相手なりなんでね、相手なりにしか走らないんでね。まあ金層ね、重ばっかりでね、ちょっとブラックボックスになってるところもあるかもしんないけどね。オークスのレースレベルに関して言うともうデアリングタクトと比べ物にならないぐらい高いんでね。ラブゾーンリーユンが勝った時のオークスの方が。まあ唯一の東京にイオンでね、ここバシッとパフォーマンス高いんでね。まあ、そしてクロノジェンシスにも勝ってるしね。こう、なんだろう。一緒に合わせ馬になるとずっとついてく感じで走るんで、カレンブーケドールは。もう、なんかね、どっちか、アーモンドアイとね、コントレイルどっちか来てもね、こうずっとくっついて走ってそうなんでね。まあ、あの2頭よりは前にいると思うんでね。どっちが来てもくっついて走ってって、外から刺されるかもしんないけど、もう一頭に。でももう、この馬は、いいと思うよ、本当に。まあ、あんまり言えないデータとかが結構あるんでね。あれなんですけど。まあ、あとね、内が荒れているっつってもね、内を開けて、まあ、相手、4頭分ぐらい？それより外あんまり伸びないからさ。真ん中ぐらいの4頭分ぐらいしか伸びなかったからさ、今日、レース見てて。しかも前が残ってたから、1枠1番でも、
優位性は変わんないと思うね、いつも通り。枠の優位性は全然変わんないし、まあ操作性もいいし、この馬。で、まあディープだしね、去年も来てるし、この馬は3番手ですね。はい。まあ1枠1番成績はもう、まあみんな知っての通りすごくいいんでね。今日は4番手まで行きます。4番手 !15 番グローリーベイツ !OK 来たぜ、この馬だね、この馬、俺、ちょっと本命まで考えてたんだけどね、指数出す前は。この馬はもうほんとすごく押します。4番手だけど、本命したいぐらい押したかったけどね。まあグローリーベイズね。なんでグローリーベイズがいいっていうと、天皇賞春とジャパンカップっていうのは俺リンクしてると思ってて、天皇賞春の連帯馬の最高着順、何回も出る馬が多くて、最高着順で取ったんだけど、2116と、まあ、こんな感じです。俺が取ったシュバルグランと、まあ、北サンブラックとかね、当選冗談、ジャガーメイルとか。今の天皇賞春ってやっぱスピードがすごく求められて、スタミナそんな求められないんで、あそこでしかも去年の天皇賞春は結構レベル高かったんでね。3着馬のパフォーマープロミスを6馬身離してるんで、しかもフィエールマンは天皇賞秋でね、きっちり2着来てくれたんでね。まあ、その時から言ってたんでね、俺は。今の天皇賞春はスピードが要求されるというところを言ってたんで。だからまあ、天皇賞秋も当たったんで。まあ、リンクしてくると思うよ。このまますごい強いと思うよ。京都大賞典もね、レベル高かったんでね。ただね、高パフォーマンスがね、全部京都っていうのがね、ちょっと、そこが気になってね。京都と香港がすげえレベル高くて、ラッキーライラックとディアドラにも勝ってるんでね。これは一発あると思うけどね。まあ、それも分かって、折り込み済みのオッズなんだけどね、4番人気。これは強く押せるね。という感じです。3強で1頭落としたのは、ベアリングタクトです。まぁ、ちょっと触れるとあんまりね、レースレベルが低いんでね。まぁ、相手選べないとは言えね。ソフトフルートも、エリジョでね、負けちゃったしね。レースレベルがね、ボークスも全然高くなかったしね。相当周華賞から上げないと話になんないと思うけどね。金量2キロもらいで埋まるのかっていうぐらい上げないと、勝負にならないと思ってるんですけどね。という感じです。では、全知る人、買い目と、新内競馬新聞は、ブログの方を見てください。チャンネル登録、コメント、高評価の方をよろしくお願いします。では、行くぜ!ジャパンカップ、明日勝負だ!世紀の一戦、行くぜ !OKOPTV! 競馬チャンネル、行くぜ!ホーリーナー